ラーラーイラホホイラホホイラホホイラーラーイラホホイラホホイホイ。みんなこれ見てわかった？今日スクイーズ動画だよ。今日の動画はすごいよ。スクイーズファンにはたまらないね。まずここのこのなんかちょこっとしてもこれとかと比になんないから、この子たちとは値段も比になんないしね。ついに私ブルームデビューしました。嬉しい。ブルームのあのコラボのやつなら持ってたんですよ、目玉焼きのね。ブルームって前からすごい欲しい欲しい思ったけど、買いました。あの工場に行ってまいりましたね。工場に行ってこれね、かわいらしい。買ったのはグレープフルーツ、スピーチ、ストロベリー。もう収まんないわ。お金これ500円になりますって言われて買った500円の。最後は無料でもらいました。バナナチョコのスクイーズで、ね、後ろ面白いのこれ、癒し系雑貨って書いてあるの。もう癒し系雑貨そのもの。ね、私このチョコバナナ欲しすぎて前にチョコバナナ作ったんですよね。そっくりということで、今回はいろいろ開封していきたいと思います。さあやっていこう。あのブルームはね、いいところはね、まず匂いがついてるってこと。でもまあこれだけにはついてないんですけど、あとはでかい、全部嬉しいですね。それではカメラチェンジ、はい、まずはこちらいちごの方から紹介していきます。でかいよ、ほんと。うん、でかい。 I love strawberry I love you パリーン。めっちゃいちごの匂い。ちょっとさ、でも多分これ今動画見てる人って、早く押せよ触れよと思ってるかもしれないけど、やばくないこれ。カフェド N とは違う低反発の仕方してるよね。やばいよこれ、ほんとに。ちっちゃくしてもこれくらいだもん。戻ってこなさそうだもん、これ。こういう感じです。ヘタがまたすごいね。これは戻らないよ、ほんと。低反発すぎるよ、ちょっともうね。戻ってきてますね。触り心地がすごい、もちもち。治りました。治ったけど、また押す。すっごいいい匂いする。ほんとにイチゴ。めっちゃストロベリー感すごい。はい、これ1個目ね。はい、2個目は、ミニストロベリーでございます。これ15歳以上と書いてあるけど、私13歳なんだけど。まあ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 、まあ。これでも低反発戻るの結構早いかも。低反発戻るの結構これは早いですね。これもイチゴの匂いしますわ。兄弟ですね。はーい。ピーチさんですよ、ピーチ。I love you! あ、めっちゃ桃のいい匂い。やばい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 。食べた。やばいよ。このまた入れ物が入ってるのいいね。はーい。やばくないこれ。まず匂いがやばい。超もちもち。あ、手がキラキラになった。なんかラメっぽいの入ってるのこれ。触り心地めっちゃいいこれ。もう匂いがいいもんこれ。待って、これいいこと考えちゃった。これこうやってめっちゃ潰すじゃん。でこう置いといたら戻った時ちゃんとこの型にはまってくれるんじゃない。うん、いいですね。桃、はーい。はい、次行きましょう。グレープフルーツでございます。これまた I love オレンジ。あ、え、なんかちょっと色々とおかしい。これ書いてあるのはこう書いてあるんだけど、こっち側はこう書いてあるし、説明もこっち向きなんだよね。よくわかんないけど開けます。あ、やっぱこの匂いめっちゃいい匂い。またもちもちね、これね。やばい、本当に。こりゃすごいわ。ほら、形が整ってるキラパテネードみたい。すごっ。私これオレンジには見えないね。柚子に見える、柚子に。はい、続いて